おはようございます。2017年6月の12日、朝のね8時39分です。おはようございます。やばいです。今日来ました。左足激痛っていうか、もうパンパンに腫れ上がっていて、アンズさんおはよう。アンズさんおはよう。足がめちゃめちゃ痛いです。僕は屈伸ができないです。簡単に言うとパンパンに腫れました。いたたたたです。やっとうなされなくなりましたよ。うなされなくなった。おはよう、イエロー。おはよう。おはよう、みんな。寝起きです。寝起きでございます。タカトおはよう。シャムおはよう。これからはどうしようかね。なんかまた暇病が始まったよ。なんか面白いことないかなって。旅かな。初見さんいらっしゃい。マイさん楽しんでってください。なんか面白いことないかな。手頃見れなかった。残念だったね。マジか。すごかったよ。ツイキャス史上同時閲覧記録3位。これ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 とこれこれと、なんだか公式のなんだかと、あと捨て頃2万9000だアクティブ。やばいよね。足直さないと無理だね。歩けない。荷物10キロ背負ったら無理よ。だってほら、焼肉屋行った時の歩き見たでしょ。あんなので旅したら足ぶっ壊れちゃうよ。無理無理。とりあえず足直すまで何か。まあでもこういうなんか一個の目標に対して進んでいく企画っていうのは自分向いてるなと思った。なんか例えば捨て頃で勝つために3ヶ月努力するとか、こういう企画は向いてると思ったよ。そう、格闘技が向いてはいないけど、なんかこうチャレンジ企画みたいなのは結構向いてる方なんじゃないかなと思って。こういう企画はどんどん、廊下さんのくだり、あれあれだよ、みーこさん。ネタだと思ってる人いっぱいいるんだけど、本当に大変だったんだよ。本気でいなくなっちゃったの、楽屋から。ビストローさんいらっしゃい。おはよう、アッコ。おはよう。次何やろうかな。
まあこれでね、配信業に専念できるわけじゃん、本来だったら。なんかポカーンと穴が開いちゃったんだけど、俺。ポカーンって穴が開いちゃったんだけど、どうしたらいい？俺。どうすっかな。免除さんに企画と放送内容頼りっきりみたいなところあったもんね。どうすっかな。燃え尽き症候群だね、完璧な。やっとぐっすり寝れた。今日は蹴られる夢見なかった。ゆっくり寝れた。おはよう、マヤタム。昨日チャンピン枠行ったんだけど、チャンピンは足折れてる。何回も言ってるけど、試合中に気づいてるから。俺狙って折りに行ったんだもん。膝がしたらぶつけてるから、足の甲に。あんなフルスイングであんな強烈なキック持ってるじゃん。そこガードで膝がしたらぶつけてるから、あ、折れたなこいつって思ったもん。そうそう、次の企画じゃないけど、なんか一旦フラットになったから、心がもうファーってまっさらになってゼロになったから、何やっていいか分かんなくなっちゃって、どうしようかなみたいなね。だからしばらくはまあ足直すことにせよ。これ多分に1週間じゃ治んねえ、俺も。ツイキャスのリムルって誰？釣られよう。だからそれこそなんか雑談コラボとかさ、釣り配信とかやりたいよね。釣りとか。まったり系の配信で、おっさん、おばさんが喜ぶ系の企画やりたいよ。旅は足治ってからだから、あ、いいや、サノゲブロック解除しとくよ。全アカウント。それは本垢じゃないだろ。サノゲ全部ブロック解除しとくから、サノゲっていうやつは。サノゲ。5アカウントやっといたから。まあいいや、全員フォロー、ブロック解除してやるか。全員ブロック解除だ。本当は月末だけどいいよ。松井いいね。ボクシングで絡もう、誰に。これ本垢なんだ。あ、そうなんだ。サブアカとボクシングやんないよ。和道フェスはまだ力不足だね。まだ力不足。夏フェス？だから足痛えっつうの。ジュンさんいらっしゃい。整体か整形外科に。いや、いい、もう、喧嘩だから。喧嘩で病院行くとかダサすぎるよ。おい、エセ関西いらっしゃい。っていうかさ、リナネコがアクティブ1700ぐらい叩き出してるけど、あれ何だったの？なんでリナネコブレイクしてたの？チラッと見たら、閲覧1700とか言ってて。ありがとう、S 関西。負けたよ。ニコ生出身だからね。勝ちたかったけど。足ダメ。今日めちゃくちゃ痛くて、屈伸ができないっつうか、前かがみに、こう足があるじゃん。こう前に行けない。こっちは少しイタタタって感じだけど、こう行けない感じ、前に。俺は足は多分捻挫。多分ね。腫れ、あ、でも折れてっかもな。こう曲がんないんだよな。だから前屈運動とかできない。前屈っていうか、まあ、ダメ。足はとにかく、屈伸か。屈伸とかができない。前かがみ曲がんね。感動ね。ちょっとダサすぎたな。めっちゃ腫れてるね。まあ、なんとかなるでしょ。病院は行かない。おお、ネットの王子様だ。会場いたんでしょ？絡みたかったわ。会いたかったわ、ネットの王子様。なんか会場にいるいるって噂ですげえ流れてたよ。ネットの王子様もいるって。これ本物か、定期係か、違うか。初見さんいらっしゃい。これはあれか、スタッフか。
定期係って書いてあるから、まあやっぱりね、弱点狙うのはセオリーだからね。俺も分かってたよ。いやもうずっと爆睡してたの。放送して爆睡、放送して爆睡。もう1時間起きて放送やって寝て、飯食って1時間放送やって寝てたから、もう40時間ぐらい寝たよ。晴れが引いて同じなら医者は行かなくていいかも。晴れはね、3日目もう晴れは引いたね。ちょっとこれくらいになった。晴れは引いたけど、そのなんつうんだろう。あの、捻挫した時ってさ、しばらく経つと固まるじゃん。あんな感じ。硬くなってる感じ。だから、まあ、捻挫だと思うよ。折れてはないと思う。あの、腫れ引いた時ちょっと触ったけど、骨、なんか、こう、骨の痛みじゃなくて、筋の痛みだったから、大丈夫だと思う。青山は多分、細かい骨折れてると思うけど。熱いゲスで見てくれてた。ごめんね、負けちゃった。ありがとう、M さん。よろしくです。顎も良くなった。顎は大丈夫だわ。あ、顎いいわ。こっちね。ここバチコンガクンって。顎いい感じ。顎大丈夫だわ。完全に折れたポキポキ音みたいな感じする。あ、細かいポキポキって鳴ってるわ。あの、ちょっといじるとパキパキみたいなのしょ。それはしてる。うん。そうだね。でもね、もうなんかやりたくてうずうずしてるわ。次何やろうって、ワクワクとうずうずが始まってて。なんか面白いことをやりたいなと思ってるよ、うん。プロは目指さないよ。最初からそんなの無理ゲーだよ。そもそもね、運動したことないおじさん、運動も喧嘩したこともないおじさんをリングに上げるのが無茶ゲーなんだから。顎はよく、いいね。こっちの方は大丈夫だ、多分。うん、かっこよくねえよ。負けたんだから。やめてよ、うん。あ、こっち大丈夫だ。顎の方すぐ治ったな。うん、顎は大丈夫。うん、あ、噛み合わせも良くなった。ストリートファイトなんかやんない。喧嘩大嫌いなもん、俺。こんな30過ぎてっていうか、もう20歳超えて喧嘩してるのなんか俺はもうバカだと思ってるから。やらない、そういうことは。うん、テル病院行くんだ。テル病院行くっぽいよ。ちょっとワン太郎とテルとコラボしようぜ。暇だから。ワン太郎に連絡するわ。勝者に会いに行こう。暇だからあのテルの企画に乗っかろう。もうガンガンからもう配信者初心に変えろ。全く思いつかない。トーベイさんいらっしゃい。ワンタロー出ねえな。もしもーし。もしもし。暇だから遊ぼうぜ。え、いますか？うん。今。大久保病院だろ？青山って言います。大久保病院行くんだろう。いや、大久保じゃないです。多分、鳩ヶ谷の病院行きますね。鳩ヶ谷。俺、はい、暇でネタも企画もないから、俺もちょっと売名させて。いや、逆ですよ。どっちかがやつら持ってないのに、まあ。持ってねえよ。そっちのがやつら持っとるやん。さあ、遊び行こうぜ、遊びに。やめてよ。遊び行こうぜって。やめて、やめて。なんでパチンコ行こう。パチンコ行く？それか、ちょっと俺服考えたいからさ。あ、いいじゃん。ショッピング行こうぜ、ショッピング。ショッピング行きたい。うん。ちょっと、病院だけ行くわ。病院終わったらじゃあ連絡ちょうだい。よかった、よかった。はいよ、じゃあでー。はい。はい。青山と服買いに行こう。青山すごいよ。超羽振りいいよ。青山超羽振り良くて、なんか、この前ね、青山がなんか新しい服買ってたから、いいじゃん、かっこいいじゃん、つったら、いや、服屋で適当に5万円ぐらいだろうと思って選んだら、9万円だった、とか言って。え、なんやお前、それポンと払ったのって聞いたら、いや、払ったわ、つって。9万円だぜ。すごくね。
まあまあ、まあ、ビッグ引いたら歩けるよ。駐車場代もすごかった。いや、あいつね、金遣い結構荒いんだよ。もうめちゃめちゃ稼いでるよ。青山、いいリスナーさんに囲われてる、すげえ。まあ、俺が行く店はユニクロしかないけど。まあ、稼いでるんだろうね。お、青い悪魔スライムさんいらっしゃい。いや、ね、顎が大丈夫になって、筋肉痛っていうか、まあ、凝りがすごくて、筋肉痛はないんだけど、張りっていうの。で、足は痛いね、とにかく。左足はね、青山にぶっ壊された。ガードちゃんとあれだよね。ガードしなかったらもう本当にやられてたろうね。ガードしてこれなんだもん。いや、素人同士でこんなんなんだから、K1 ファイターとかもう鬼だと思うよ。本当に。おはよう、せんちゃんラブリー。普通に働いてたらストレスばっか溜まるよ。あー、まあそうだね。だから俺普通の仕事やらないって決めたんだもん。バイトとかサラリーマンとかやったことあるけど、向いてねえわーと思って。ストレス溜まるよね。エルドシおはよう。昨日ちゃんびにおめでとう花火あげたらさ、この人かっけえ、和道の囲いなのにって言われてさ、かっこ悪いことすんなよ。おい、俺に花火よこせよ。ふざけんなよ。かっこ悪いことしやがって。おい、他の配信者に花火打つ余裕あんだったら俺に花火打て、この野郎。見える。まあ同僚なんだろう。練習しといてよかったね。ほんとね。練習してなかったら、まあ、最後まで立てなかっただろうな。9ラウンド無理だったよ。冗談なのに。ありがとう！花火ありがとう！ありがとうございます。花火ありがとう。でもね、やっぱりスポーツやると慢性的な肩こり持って、ひどい肩こり持ってたんだけど、ただの運動不足なのがよくわかった。肩こりが全然なくなったの。その、キックボクシング始めてから。だから、ああ、やっぱり怠慢だったんだなっていうか、自分の。運動したら体って柔らかくなってくるんだとか、いろんなことがわかって、すごい良かったよ。汗かく気持ちよさっていうのを学んだりとか、あと、その、リングの上からもいっぱいいろんなことを学べて、その気持ちが大事だとか、その、本当に自分との戦いとか、そう、その、相手との戦いでもあるんだけど、自分との戦いなんだよ。本当に相手が怖くて前に出れなかった自分がいたから、そういうのを学べたのはすごい良かった。何もかも勉強になったよ。どうしても怠慢になる。おい、たちおはよう。あと、面倒太郎さんありがとうございます。ギャランティーの3万円いただきました。ありがとうございます、面倒さん。ギャラいただきました。あざーす。大事に使わせていただきます。学べた。うん。いろいろなことを学べた。あ、ありがとう。花火三発ありがとう、特命さん。あざーす。青山はね、多分6万ぐらい入ってるよ。勝利者分もあるから。勝者分のも入ってるから、あいつは。おい、にゃありがとう。にゃ、花火ありがとう。ありがとうございます。ギター？あ、ドラムも叩きたいね。
ドラムも叩きたいな。ありがとうみんな、花火。Thank you。あ、柔道やってたんだ、おいちゃん。旅がなかったら俺ジム通ってただろうな。旅がなかったら俺は多分ジム通いしてたよ。おい、サボちゃん。はい、花火10発ありがとう。申し訳ねえな。負けちゃったよ、サボちゃん。ごめんね。ずっと応援してくれてたのに。見事に負けたわ。ありがとう。おはよう。ありがとう。泣いてたの？泣いちゃったの？サボちゃん。なんか DM がすごいいっぱい来てたよ。DM と LINE が。でも勝ちたかったな。判定負けは一番かっこ悪いかんね。一番やっちゃいけない試合形態をやっちまったよ。判定負け。声真似しても元カノや浅井さんを差別して笑う主いるけど放置しとくの。いや、どんどん通報入れて、そんなのは。通報入れまくっていいよ。うん。ああ、みやびさん、お疲れっす。みやびさん、ほんとかっこよかったっすよ。すいません、ね、試合前はいろいろ言いましたけど、なんか、ね、すっげえかっこよかった。俺マジでみやびさんのファンになったから。あのドレさんに勇猛果敢に行ってて、もう本当にね、かっこいいと思った。俺すげえみやびさんのこと、前から別に好きだったけど、ね、ほらドレさん応援してたし複雑だったけど、俺マジでかっこよかったと思ってたから、あのドレさんにあんなに飛び込んでいくのはマジでかっこいいよ。絶対できないから。俺あの難しさ分かってるから。みやびさん最高だったよ、本当に。だから、俺はさ、判定になっちゃって、俺みやびさんのやり方が正しいと思って、もう勝つか負けるか KO にかけるっていうか、あの戦い方すげえ尊敬する。マジでナイスガッツでした、本当に、みやびさん。あと、ね、俺が負けて足引きずって帰っている時に一番最初に声かけてくれて、湿布貼りなって言って、湿布貼ってくれたのみやびさんだから、すげえ優しくて。俺、みやびさん大好きよ。これからもよろしくお願いします。いやいや、無様なの俺の方でしょ。なんかすごい、変な空気流れてたよね、楽屋で。俺らの楽屋、金梅さんが負けて、俺が負けて、で、その後、里美さんが負けて、その後、みやびさんが負けたから、負け4連敗の楽屋だったの。すごい空気だったよね、楽屋で。負け4連敗で。で、ナーボーで流れが変わったの。ナーボーも同じ楽屋だったから。これ俺らの楽屋全部負けんじゃねえの、青コーナーと思って。おはよう水木、おはよう。ボンちゃん、おはよう。あえて打ちに行った。いや、いや、もうあれは一発、要はもう用意どんだよ、あれは。要は、もうどっちが倒れるか蹴りつけようやっていう。で、あの対策のこのロシアンフックは完全にもう背の高い人を狙ったパンチだから、あれ当たってたら分かんなかったよ。ドレさんも言ってたけど。あれ、お通夜でしたよね。こっちの楽屋。みやびさんもね、ふわっちやればいいのに。ただ、ほら、あれでしょ、みやびさん金に困ってないから、事業家だからさ。だから、キャスの方が楽しいんでしょ、多分。いや、あれは結構やばいっていうシーンあったよ。うん。あれ当たってたらマジで分かんなかったよ。うん。あれだけ体格差あってあんな、だって、みやびさんさ、俺、ほら、何回も会ってるからわかるけど、8キロぐらい増量してたから超体でかくなって帰ってきたの。もう3ヶ月前とは全然違かったよ。こんな体で、ドレ、なってた。もうドレさん対策で超増量してた。うわ、仕上がってるなと思って。お疲れっすー。マニアいらっしゃい。うん、とんでもない。負けちゃったよ。ワドリスナーみんなごめん。あぶねえ。みやびさんはほら経験者だから、キックボクシング、かっこいいよな。あこれから何やろっかな、ほんと。
筋肉対決だったよね、本当に。筋肉対決だったよ。足は痛いよ、今でも。青山、今から病院行くって。いや、マジで、本当にかっこよかった、みんな。俺、ナーボーがパルパルぶん投げた時も超感動したもん。ただ、面白かったのが、もうずーっとパルパルが、もう、そわ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 して、俺のことチラチラ見てるから、面白いから俺全部メンチ切ってやった。鬼見てんだてめえこの野郎みたいな感じでメンチ切ったのずっと。そしたらパルパルがもう こんなになってて、花火ありがとう、でもうずっと怯えてて、で楽屋近かったからもう別にしてって弁当さんに言ってたら、もうメンチ切りまくったの俺。しらちらこっち見るたびになんだてめえみたいな、やんのかみたいな感じでやってて、で写真撮影があったのよ、選手全員並ぶときに。俺あえてパルパルの横行ったの。パルパル俺石川のりゆきだったんだけど、パルパルもうガッツポーズとか撮れなくて、ずっと、あのっつったら、なんだよてめえ試合前にやんのかこの野郎とか言って、わざとだよわざと。パルパルがなんかもじもじしながら、あの和藤さんっつったら、なんだてめえ喧嘩売ってんのかこの野郎みたいな、隣に来やがってみたいなでわざとおちょくってて、超面白かった。だからね、パルパルが負けたのは多分俺のプレッシャーだと思うよ俺がプレスかけてたから、うん、ナーボーには感謝してもらいたいよ。俺めちゃめちゃパルパルにプレスかけてやったから。そうだね、捨て頃が良すぎたね、燃え尽きた。まあ、旅配信があるのと、あと俺仕事もらえるかもしれなくて、もしかしたらFC2 の公式かアベマ TV の2つでもしかしたら仕事もらえるかもしれないっていう流れになってて、その配信業ちゃんとその会社の方からのオファーが来そうだから、ちょっとそれが楽しみなのと、旅配信と、おい、ワイルドクソ G いらっしゃい。そう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 。いや、旅再開のモチベは下がってないけど、なんかこう、いい企画だったから、なんか燃え尽き症候群っていうか、うん。だから着々と、なんかね、よくしてもらってて。さ、昔さ、小島グランプリが AV 女優の企画の公式に出てたの知ってる？アベマグラン、小島グランプリが、FC2 の公式にさ、出てたでしょ。あれ、実は、あのプロデューサーさんみたいな人と飲む機会があって、あれ、実は俺、ワドをしてたんだよって。で、小島グランプリなんでなったかって言ったら、ゴロリがワドは絶対ダメだって言ったんだよって言って。ほら、ゴロリとさ、小島グランプリが大喧嘩したことあったじゃん。そう、おめえなんで酒飲んでお前仕事来んだよとか、サボるなとか言われて。あの企画結構話題になったんだけど、そう、FC2 の公式に小島グランプリが MC になるって。あれ、俺押されてたらしいよね。そう、ゴロリのせいで俺は仕事なくなったんだよ。うん、あ、ぜひぜひ、みやびさん。ぜひぜひ、今後とも、名古屋行ったらお世話になります。よろしくお願いします。マジゴロリ、しょうもねえよな、ほんと。捨て頃から初見、小別さん、どうもです。いや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 、とんでもない。そんな、お世辞でも嬉しいですけど、自分で分かってますよ。試合内容も全部、何もかも。うん、みんな、みやびさん、キャスミンだから、みんなみやびさんの放送見てね。ナイスファイトだったから。うん、お、リュウホーデスマスいらっしゃい。いっすいっす。あとね、やっぱりね、こういう企画のいいところって、大手といっぱい絡むでしょ。プロ意識みたいなものを学べるんだよ。久々ほら、大手さんと絡むこと多かったけど、今まで。まあ、ぶっちゃけさ、各社のどれの深夜食堂とかを育てるのに俺必死だったから、閲覧30しかないおっさんを育てるのとかに必死だったから、ちょっと大手と絡む機会がなかったんだよ、最近。だからね、どれも無事に育ったことだから、俺がどれを育てたと言っても過言ではないから。まあまあまあ、そんな冗談はさておき、なんて言うんだろう。よかったです。刺激がいっぱいあって。うん、おはよう。うん、林だけど質問あるさんいらっしゃい。うん、お疲れ。負けちゃったよ。うん、悪いな。あと、どれは、あとは落ちるだけだから。もう、人生のピークだから、今が。どれは、あとは落ちるだけだ。
ジェダイ、退場食らったのジェダイだったの？なんか、一人だけ、なんか、速攻、なんかアナウンスが流れて、あ、一人退場者が出ました、みたいな。おめでとうございます、とか言って会場で言われてたんだけど、あれ、ジェダイだったの？お前、何？新規版まで来て、デキン食らったの？バカだな、ほんとに。そう、会場でアナウンス流れて、早速退場者が一人出ました。おめでとうございまーすとか言ってさ、爆笑になってたんだよ、会場。何やったの、お前、デキンって。放送回したの？アホだね。セキュリティすごかったでしょ？なんで入場前に退場なの？なんか外で、なんかざわついてたんだよ、楽屋が。なんかデキン食らってるバカがいるぞ、つって。あー、騒いでたんだ。バカだね、ほんとに。超面白かったのに。あー、ジェダイさすがだわ。そこでジェダイだっていう認識が誰もないのがいいよね。なんだ、やからが来たとかなんかみんな言ってて、まあ、やから、チンピラっすかねみたいな。なんか柄悪いのが騒いでましたよ、みたいな。誰もジェダイだと思ってない。なんか変なやからが来たと思ってる。セキュリティがぶち切れてたんだ。面白えな。ジェダイっぽくていいよね。さすがだわ。他にもっとやり方あっただろうがよ。ツイッターでは騒いでるのいっぱいでさ。アホだな。ちょっと酒飲みたい気分だな。酒飲みてえな、今日は。ジャック・ダニエル解禁する？あとね、やっぱりね、俺はこの一枚の写真が大好きなんだよね。いつも紹介してんだけど、この写真味があるでしょ、みんな。この写真味があるでしょ。最高だよね。リスナーさんからもらったんだけど、試合後に、こう、ドレさんと俺。で、この写真撮った時私泣いちゃったよって言われたの。和道さん、この写真見てって、このシーンで僕泣いちゃったよって。ドレさん優しいねって。なんかこう、先輩が負けた選手にアドバイスしてたんでしょって。違うよって。違うよって。これね、何の話してたかっていうと、和道、俺さ、物販10万円分作ったんだけど1個しか売れてねえんだよ。って言ってるシーンだから、これ。これね、試合の話してないですよ、皆さん。これはですね、物販が1個しか売れなくて焦ってる苦笑いのドレさんですからね。苦笑い、物販が売れなかったドレさんですから、勘違いしないでください。これ男の熱い友情で、次頑張ろうなとかじゃないよ。お前は最高だったよとかじゃないから。物販売れないんだけど、どうしたらいいっすか、和道さんっていうシーンだから。物販売れなかったんですけど、どうしたらいいっすかっていう苦笑いのドレさんだからね。勘違いしないでください。やめてください。金の話をしてます。金の話をしてるシーンです、これは。いや、本気で聞いてたよ。自腹だよ、つって苦笑いしてたの。それを眺めるヒカルくんね。だからヒカルくんも勘違いしてるんでしょ、これ。ヒカルくんも勘違いしてんだよ。あー、友情っすね。ワドさん、ドレさん、友情っすね、これ。超かっこいいっすって思ってるけど、ドレさんは金の話してるから。いや、やっちょ、見ろよ。ドレさんめっちゃかっけえわ。ワドさん慰めてるわ。マジで、ばあさん、ばあさん、おるかったっす。っていう、なんか、ヒカルくんも勘違いしてんの、これ。で、パルパルは逃げてる。そう、残念なシーンですよ、これは。サントサさんいらっしゃい。がっかりでしょ。そうそう、パルパルも映ってるっていう。最低な話だから。写真だけだったら超かっこいいよね、なんかこれ。この写真やばいよね。俺もそう思う。この写真は確かにリスナーさん泣くよ。この写真欲しい人いたら、ツイッターに上げたっけな？ツイッターに上がってるからダウンロードしていいよ、これ。これなんかポスターになりそうだもんね、これ。俺確かにね、この写真ちょっと部屋に飾りたいんだよね。このドレさんかっこよすぎるよね。ツイッターに上げたよね。これは確かにドレさんのかっこよさ出てるよ。聞かなきゃよかった。そう。言わなくていい。言うでしょ。絶対言うでしょ、こんなこと。
あとね、ごめんみんな、あのね、楽屋風景撮ったの。楽屋風景撮ったんだけど、もう、あいつら、あの、生放送が回ってなかったら言いたい放題で、もう、すごい気遣いばっかりだから、楽屋の風景放送できません。もう、チンコは出すわ、おっぱいは出すわ、あの、無理です。あの、下ネタはひどいわ、他の配信者の悪口はずっと言ってるわ、とても、あの、ピーとかモザイク入れてなんとかならないのって言われたんですけど、全編ピーとモザイクがかかってしまうんで、あの、楽屋風景は一切流せません。申し訳ない。録画はしたんですけど、使い物になりません。申し訳ない。これ、マジで申し訳ない。使えるシーンが一つもない。申し訳ないけど。だから、あの、ちょっと YouTube には公開しないです。楽屋風景は。申し訳ない。配信者はね、やっぱカメラ回ってないとクズだっていうのがよくわかった。使えるシーンが本当に一個もないんだよ。おっぱい出したっていうか、あの、もんちゃんが後で騒ぎ出して、もんちゃんが、和藤さんこれカメラ回ってたつって。和藤さんこれカメラ回ってたつって。私のおっぱい映ってるからカットしてつって。うん、そこカットでって言って。無理だよつって。なんでおっぱい出したのつって。いや、なんか大丈夫かなと思ったけど、おっぱい出しちゃったからカットでつって、うん。そのシーンは実は録画してないんだけど、だからもんちゃんのおっぱいはダメです。はい。もう全部動画捨てました僕楽屋の使えるシーンが一個もないです本当に、っていうのはまあ建前でね冗談で、あのやっぱさ試合後に泣いてる選手とかもいるし、あの本当にみんなに見せたくない姿で帰ってきてるシーンとか多すぎて、これは人様に見せるもんじゃないと思って、これはさやっぱ関係者しか知らなくていいんだよ、同業と同じその仲間だから、これはネタにするのは嫌だわと思って、だからごめんね、うんうん、あ、みずきちゃんハートありがとう、うん、うん、まあね、それは冗談としてさ、楽屋で号泣してる人もいればさ、そこで友情、配信外の友情とかもいろいろあるから、どうする、これであの動画じゃあ見せろよっつって見せたら、パルパルと俺が仲良くずっと飯食ってたら嫌でしょ。パルパルと俺がめっちゃ仲良く、次の台本どうするっつって、今度お前か殴れよっつって飯食ってたら嫌でしょ。でももんちゃんおっぱいないだろ。もんちゃんめちゃめちゃ可愛いかんね。あのもんちゃん生で見るとめちゃめちゃすごいよ。なんかね、あの劣化版ローラだと思ってる人多すぎる。もんちゃんは劣化版ローラじゃないから、めちゃめちゃ可愛いから。旅の再会と、セブンさんの話はする気になれねえわ。セブンさんと金梅さんが話し始めたら、金梅さん、ヒカルくん、セブンさんが話さない限り、俺の口からは話せない。全部見てたけど。ごめんね。人の話をする悪趣味はないわ。もし誰かがネタバレしたら、俺は、あの、解説に回るけどさ。本人たちがしないっていうことは、俺はやりたくない。本人たちがしてないんだったら、俺はしない。うん。それは野暮なことだから。ただ俺は、セブンさん大好きだよ。ヒカルくんも金梅さんも大好きだけど、セブンさん大好きだよ、みんな本気でやってたんだよ、察してくれよ。だからそういうのを見たかったらスタッフになるべきだよ。配信者のマネージャーとかスタッフやって、ボランティアでもう全部見れるかな。あ、みゆる全部見たもんな、そういうのはスタッフさんだけしか知ることができないんだよ、本人と企画の。スタッフはおすすめだよ、本当に。ミュールも超、初めてやったけど楽しかったでしょ、スタッフ。もう全部見れるから、楽屋も入れるし。うん。他の配信者もよくしてくれるし。ラッキーだよね。石川のりゆきさんすごかった。あ、ミュールからもらった、アップをしてる、じゃあ、放送外のシーン、一個だけ使えるのあるわ。一個だけあるわ。あの、アップをしてる俺でもいい？リングの上でアップをしてる俺だったらできるよ。それ、確かミュールがくれたんだよね。あ、ミュールしか撮影できないもんな。じゃあ、アップをしてる俺の動画、ちょっと、
流すわ。ちょっと待って。見うる見うる。それだったら見せれるよ。俺のシーンだから。保存と。で、デスクトップに入れて。もんちゃんのおっぱいはだから俺は見てないよ。見れ、スタッフは見れますかって、スタッフやる気満々かよ。違う。みんながいなくなったところでもんちゃん着替え始めてカメラが回ってて、あ、ワトさんこれおっぱい見えちゃってるからカットしといて、って。軽いな。ビデオ。その時はカメラ回ってなかったから、あれなんだけど。ちょっと待ってね。干渉デスクトップ、これか。これがそのシーンなんだけど、ちょっと待ってね。音来てる？これセブンさんと俺がアップしてる時だね。俺、ミュールが楽屋っていうか撮ってくれたんだけど。音聞こえてんのかな、これ。そうそう、こんな感じ。ガラガラの客席で、ガラガラの客席でセブンさんとアップしてた時。あ、セブンさんいるじゃん。で、マススパーやりましょうよ、セブンさんが言ってくれて。ちょっとアップしようか。アップにしようか。いや、いいんだよ。スタッフはいいんだよ、こういうの撮って。超貴重映像ってな、セブンさんと俺がやってるって。こういうのが見れるのがスタッフの喜びだよね。いや、今拡大したよ。ミュールナイスだよね。ちょっとコメント欄消しアップにしようかな。こんな感じ。いいでしょ。こういうのを生で見れるのよ、スタッフは。裏側。ただ大変だけどね、やっぱ。風船10個ありがとう。こんな感じかな。いや、セブンさん動きいい。強いよ、あの人。だから、俺、何回も言ってるんだけど、ヒカル君は気持ちで勝ったんだよ。技術は確実にセブンさんの方が上だった。両方ともやってたからわかるけど。ほら、デンプシーロールの練習してるでしょ？ デンプシーロールの練習してるでしょ？ なあ、まあ、練習の成果なんか出ないよね。そうだね。黒歴史が増えたね。本番でこの動きができないんだよ。いや、楽しかったよ。セブンさんめちゃめちゃ強いね、やっぱ経験者で。めちゃめちゃ強い。ヒカル君よく勝てたなと思ったもん。ヒカル君ほんと気持ちで勝ったよ。これ売ってくれ。あ、サボちゃん送るよ、じゃあ。売ってくれじゃなくて、送る。LINE に送っとくよ、これ。この動画。これちょっとアドバイスくれてんの。肘入れちゃえって。セブンさんが教えてくれて、肘入れなっつって。腹入ったよって、蹴るなよって言って。 そういうシーンで、まあ、こういうね、なんつうの、楽しみもあるから、面白いでしょ。セブンさん動きいいね、やっぱね。あ、いいよ、送っとくよ。後ででもいい？後で送るよ。セブンさん気難しいっていうかね、ヒカルくんとすごい似てるんだよ。ちょっと気難しい、ヒカルくんは気難しい、不器用でヒカルくんとそっくりのタイプみたいな。愛嬌がなくてヒカルくんとそっくり。だから喜怒哀楽が全部表に出る。ムカつく、楽しい、嬉しいとか全部出るタイプの。だからね、バカ真面目なんだと思うよ、多分。すごいね、俺は、
ヒカルくんは愛想いいじゃん。ニコニコしてるじゃん。そうじゃなくてね、ムスッとしてるけど、笑ったり喜んだり、感情が激しいタイプなの。だから、誤解を受けやすいタイプなんだよ。逆に言ったら正直すぎるタイプっていうか、すごい、あれだよ、気持ちのいい人だよ。うん。3ヶ月で変わるもんだね。終わってからの意見になっちゃうけど、セブンさん2試合じゃなくて、ヒカルくんと1試合だけだったら結果は変わってたかもですね。でもね、それはね、みんなそう思ってるから MVP なんだよ。2試合やったっていう凄さを分かってるから。ただね、ただ、それを言い出したのはセブンさんだから。うん。だからね、勝負の世界には、もしかしたらとか、タラとか、レバとか、何々だったら何々してればとかないんだよ。勝負の世界には。うん。だから、1試合だったらどうだったかもしれないっていうのはね、やっぱね、夢物語なんだよ。うん。本人、そうじゃないとこのマッチメイクは完成してないし、今日この試合、あの時の捨て子の試合っていうのは、俺は負けるべくして負けたとか、勝つべくして勝ってるんだよ、みんな。それは感じた。リングの上で学んだ。もうね、言い訳が一切できないの。うん。何もできない。うん。だからみんな練習必死にするんだなって、なおさら感じたし。いろんなものを学べたよ、リングからは。だからね、極端な話、やっぱ結果を出せるやつが強いんだよ。結果を出せるやつが全てなんだよ。もう完敗ですよ。そう、良くも悪くも白黒はっきりする。うん。そう、タラレバって言うんだけど。あ、花火ありがとう。タラ、何々だったら何々してればとかはもう一切通用しない。結果が全て。で、俺は青山の強さ。俺は会場に飲まれてないのよ。正直言うと、会場舞台慣れしてんの、俺、全く上がってないの、そのリングインの時に映ってるでしょ。全く余裕だったんだよ。じゃあ俺は何にビビったかっていうと、たった一人のリングの上にいる青山にビビったの。青山の蹴りの強さ、一発目でもう流れ持ってかれたんだよ。俺はたった一人の男に緊張したんだよ。一気に冷や汗出たから。こんなに蹴り強いのと思って。こんなに間合い遠いのと思って。ありがとう、KP。うん。うんうん。やめてやめて、おいちゃん。そんなつもりで言ったわけじゃなくてさ。わかる気持ちは。それを言いたくなる気持ちもわかるけど、それはね、セブンさんが一番思ってるはずだし、セブンさんはだからこそ、あんな男らしい涙をね、会場で流したわけじゃん。リングの上で土下座までしたわけじゃん。だからそのね、俺は、そのセブンさんがかっこいいと思ったから、負けを認めて、うん。かっこよかったよ。来年が楽しみだじゃん。出場権利が俺にはないから。もし奇跡が起こって、ワードもう一回リベンジしてえのかって言われたら出るけど、俺は出ないよ。ないよ。負けちゃったんだもん。セブンさんだって土下座しながら泣いてなかった。うっすら涙浮かべてなかった。俺はそんな印象だったけど、すいませんでしたって言うと、わかんないけど。泣いてなかったのかな？わかんない。土下座はしてたよね。うん。俺はセブンさんかっこよかったよ。すごく。リベンジ戦があったら出るよ、俺は。来年はもう絶対やるでしょ。もう、だって、もうそれは便所太郎さんの顔見たら分かったよ。来年絶対あるから。来年絶対ある。ヒロさん、お疲れ様です。負けちゃいました。ごめんね。来年は絶対あるって俺が断言しておくよ。確約はしてないけど、あの顔は絶対もう一回やろうって顔だった。全員が全員。このイベントは絶やしたらダメだって顔してた。最高のイベントだったから、本当に。もう、それこそ放送が回ってない頃から盛り上がってたから。客席の方盛り上がってたでしょ？客席じゃなくて、会場のところも。エサ関西なんか、出場すればいいんだよ。うん。お前なんか、絶対出れるよ。知名度的にも、キャラ的にも美味しいんだから。便所さんに言っときな、今から。エサ関西は俺出れると思うよ。旅配信はね、足が治ってから。捻挫がひどくて歩けない。10キロの荷物背負って歩けない、これじゃ。
金梅さん強かったよ。おお。来年もスタッフやりたい。俺が出れたらな。うん。まあ多分声はかからないよ。うん、あんなひどい試合したんだもん。あ、いいじゃん。エセ関西 VS ホープさん。サッカーボールキック対決。うん。あのサッカーボールね、サッカーボール、だって、ホープさんが最初に揉めたのね、エセ関西だからね。うん。いや、お前負けてんじゃん。お前の数々の負け試合、俺ら知ってるから。だからコンセプトに一番近いでしょ。お前なんか揉めまくって喧嘩しまくってんだからさ。だって、捨て子のコンセプトは、配信で喧嘩しないで、リングの上で白黒つけろっていうのが、テーマだから。うん。あのね、和田レフェリーは止めるの早くて的確な人なの。で、和田レフェリー K1 とかもやってる人で、あの判定は不服じゃなくて、あれはもう実力差出てたよ。あれは、あそこで止めないとやばかった。金梅さんの楽屋でのダメージ知ってるから、俺。あれは的確な止めだったよ。小野ちゃんありがとう、ハート。金梅昔から仕事してたから潜在能力高いのか。そう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 。練習以上のものが出てたね。言えなかったらスルーでいいんですか？のんちゃんは来たんですか？ね、あんまりね、リスナーさんのことを俺は言いたくない。なんか俺のことはいくらでも言っていいんだけどさ、やっぱりみんなそれぞれお金払ってたりプライバシーがあるわけじゃん。で、俺がそれを言うのは野暮だと思ってて。うん。だからごめんね、ようちゃん。うん。私が相手になる。うん。金橋さんすごかったね。弁護さんのボランティアスタッフやろう。あ、そうだね。あ、まあ、スタッフで動きたいかな、ちょっと。うん。ドレさんとみやび終わった後のスポーツマンシップに感動した。いやー、すごかったよ、みやびさん。強かった。司会が最高だったよ。TJ 石川のりゆきはすごい盛り上がったね。うん。和田さん、ベンチプレス210キロ持ち上げるらしいよ。いや、だって一番強いの和田さんだって話になってたもん。今回、この会場にいる中で、一番強いのは和田さんだっていう。うん、セブン、金梅、ヒカルがいたからかなり盛り上がったね。そうだね。やっぱりそこはブッキングのうまさだよね。もうこの3人すごかったもん。やっぱファンの多さが。集客のメインはセブン、金梅、ヒカルだろうね。3人。足って重いね。でしょ？ジャーニー。盛り上がったね。石川紀之さんはもう鉄板で呼ばないとダメでしょ。うん、あんなに楽しめるとは思わなかった。皆さんかっこよかった。男同士はいいですね。いいでしょ？うん。男ってバカでいいでしょ？うん。因縁があったしさらに盛り上がった。ねえ。最高だったよね。だから第2回戦からはもうこれから俺も売名させろっていっぱい来るぞ。腕のあるやつが。だから第1回だからさ、俺みたいな格闘技素人出れたけど、これから力自慢のアウトロー系も出てくるよ。よっしゃ、俺もやるぜって。だから第2回から相当盛り上がると思うよ。ていうかもっとでかい箱でやればいいのに。300人超満員だったもん。一席も空いてなかったよ。超満員。すげえ盛り上がった。最高だった。会場もめちゃめちゃいいリスナーさんで、ドワーみたいな。すごい客層良かった。ナーボーは最高だったね、ティアニさん。もう感動した。一本背負いだぜ。柔道対決なんか誰が見てんだよとかディスっちゃって申し訳なかった。超会場湧いてた。あのパルパルをぶん投げたかんね。一本だよ、しかも。最高だったわ。あ、ネトちゃんいらっしゃい。泣くよね。もう号泣してたもん、リスナーさん。女の人とか。初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローして、ゆきまろさん。ありがとう。あ、見てたんだ。ありがとう。うん。毎年の恒例行事で、捨て頃は必要だよね、とはずっと言ってる。選手もみんな、弁護さんこれ続けてくださいって。年一でやってくださいって。ただ、弁護さんはもう選手としては出ないけどね。うん。セブン、金梅強くてびっくりした、言ってた。うん。あれは俺も、あの本番の金梅さんはやばいと思うよね。一発いいの入ってるからね。右フック。金梅さんの右フック、もろもらってるよ。セブンさん。あれ、顎痛いと思うよ。戦ってる時みんなの声は聞こえてたの。聞こえてるけど誰の声って感じじゃない。要は四方八方からワドーワドーワドーしねーってゴロリの声だけ聞こえた。女の人とかワドーとか男の人はワドーワドーって聞こえて、ああありがとうって思ってたらゴロリがゴロリの声でワドーしねーって、うん、ゴロリ後で殺すって思ったよ。うん。
ナーボー、だってナーボー県大会2位でしょ。千葉県大会2位でしょ。うん。あれはまさに柔道のいいところだよね。柔よく剛を制すだよね。ナーボーは MVP 取ったもんね。いやー、金梅さん男だったよね。俺もあんなに果敢に行くとは思わなかった。応援してくれてたんか。ごめんな、負けちゃって、関西。ブリブリダイモンいらっしゃい。さとみちゃんとズキティのはさとみちゃんかわいそうだった。165キロに勝てるはずない。もうあれはいじめの構図だったよね。吹っ飛ばされてたもんね。 まあでもそれはそれで面白いじゃん。あれ良かったよね。バックハンドブローで牽制してて逆から来たからね。あれは入るよ。バックハンドブロー多用してたの、金梅さん。で、逆方向から右フックが来たからバチコーン入って。あれは相当効いたと思うよ。あれ格闘技やってなかったら、セブンさん倒れてたと思う。素人だったら倒れてたよ、あれ。それくらいいいパンチだった。普通に金梅さん強いわ。あの人怒らせたらダメだよ。ほぼ練習してないであのパンチ出せちゃうんだもん。やっぱ、あれなんだよね。気持ちが強いかどうかなんだよ。それは本当思った。技術とか体力関係ないんだよ。気持ち強いやつが勝つんだよ。セブンさん舐めてたけど、キンちゃん強かった。いや、あれは普通に強いよ。あれ見たらわかるけど、普通に強いよ。あれはやりたくないでしょ。気持ちが全てだね、本当に。だから気持ちの折り合いみたいな。相手の気持ちを砕くか折るか。もう本当にそうなの。どうやって相手の気持ちを折らしてやろうかしかないんだよ、お互いに。バックハンドブローっていうのはこう回転系っていうんだけど、後ろに回ってバチンってやるのよく使ったでしょ。あれは奇襲攻撃なのね。あれがあってこっちから飛んでくるって牽制したとこ逆から来たの、右がバチンって。俺はもう立ってるので精一杯だったよ。もう本当に寝転びたかった。本当に足痛えの。セブンが金梅のパンチで意識フラフラして負けるか。ああ、やっぱ入ってたんだ、あれ。あれはよく立ったなと思ったもん。やっぱちょっと、便所ポンスケはなんだかなって気持ちで。いやいや、よかったよ。ポンスケさん強かったよ、普通に。楽屋で飯ずっと食ってたから、みんな止めてたの。お前今食うのかって。やめろよって、海老蔵さんが、お前ふざけてんだろって。お前みんなアップしてんだから、お前もやれよって、海老蔵さんがポンスケをガン詰めしてて、ポンスケがうるせえよ、関係ねえよ、勝つよ、つって。練習なんかいらねえんだよ、つって。ずっと飯食ってて、誰かアイスの実買ってきて、とか言って、スタッフさんの女の子に、なんかアイスの実とか買ってこさせて、食ってて、海老蔵さんがまた、お前食ってんじゃねえよ、とか言って。 ずっと海老蔵さん切れてたもん、ポンスケさんに。ちょっと面白かった、あれ。ああ、どうも、谷さんごめんなさい、負けちゃったよ。和道から見て、光ドレならどっちが強い？ガチでやった。余裕でドレさん。余裕でドレさん。余裕。ただ、光くんは、セブン戦で見せたのは、気持ちが誰よりも強かったの。技術とか体力とかでは、まあ、スタミナでは光くんの方が優勢なんだけど、技術とパワーで言ったら確実に負けてたの。で、さらに言うなら、光くん、あの日、本調子じゃなくて、足ダメージ残っててやばい状態だったの。だから気持ちが前に出て攻め続けて勝ってたんだよ、あの膝で。もう要はもう攻撃は最大の防御っていうのはあれだよ。もう光くんボロボロだったの、実はあの日。すごいよ、あのメンタルはやばい、本番強さ。セブンが金前のパンチはガチで効いたって。あれはすっごいいいパンチだった。みんなで勝ったって言ったもん。あれやばくねって、勝つんじゃねって言ったもん。それくらいいいパンチだった。ただ、その後の気力でもう立ってたや。そっからのラッシュは技術差が出たよね、やっぱり。あとね、セブンさんはローがやばい、やっぱり。あれ、ヒカルくんよく立ってたなと思ったもん。挑発するパフォーマンス良かったですよね。ドルさんの体50代に見えないほどすごかった。あ、ラオウだよ、あれ。ヒカルくん瞳孔開いてたね、完全に。そうだね、足に、俺の足のダメージも、ヒカルくんの足のダメージも原因はドレさんだから。一 週間前のドレさんとの練習試合で俺らは壊されてたんだ。いや、いい試合だった、ほんと。俺 MVP 光くんじゃないかなと思ってたけどね。意外と多かったよね。
ていうか、マジでこれ持ってる話じゃなくて、あの、会場で写真撮影頼まれたの一番多いの俺なんだよ。びっくりしない？あのね、要は、和道が一番のファンではないの。みんな、ガチファンの人は、ヒカルくんならヒカルくんだけ、セブンさんならセブンさんだけって、たまるんだよ。俺のファンは、和道が一番じゃないけど、声かけやすいのか何なのか、みんな、名前は知ってるからっつって、和道写真撮って、和道写真撮ってって、すごかったよね。会場にいた人これ嘘じゃないよね。俺が多分一番写真撮られてたよね、会場で。だから、あ、知名度あるんだと思って、すごい嬉しかった。で、意外と女の人が多いのよ。みんな女の人が写真撮って、写真撮ってって言って。うん、すごい嬉しかったよ。うん。うん。ねえ、いっぱいいたよね。意外、そうそうそう。いっぱいいたよね。多分一番多かったよね。写真求められたの。お客さんから。うん。いや、本当に意外だったんだよ。うん、本当に意外だった。うん。群馬行く行く。うん。旅配信で行くから。あー。あのね、便所さんは、握力ないんだよ、実は。もう、頸椎やってて、女の子より握力ないの。だから握手すると軽くなのよ。とかね、壊れた選手なんだよ、便所さんって実は。握力ほぼ10キロあるかないかとかなのね。で、左足もなんか麻痺してずっと痺れてたりするから、それを考慮すると、どれさんかなって。ただ、便所さんの全盛期は多分便所さんの方が強いと思うけど。だからね、もう選手として壊れた状態で戦ってるから。うん。ヤスさんどうも、お疲れっす。もしよかったらみんなフォローしてください。うん。だからまあ、本気でやったらドルさん勝つだろうなっていう感じはした。うん。うん、よ、ごめんな。ごめんな、負けちゃったよ。あ、写真全然全然。僕、旅配信やってて、企画でリアトツの旅っていうのやってるんで。で、捨て頃ね。捨て頃で多分もう30人以上リアトツしてくれたから100人超えたんだけど、ちょっと負けたから増やす気分になんないから一人一人に謝りに行くからさ、リアトツしてくれた人ごめん。このカウントの数は77で止めとくわ。ちょっと勝ってなくて、みんなに気持ち悪い思いしたリアトツになっちゃったから、俺からみんなに会いに行くからさ、一人一人。今回捨て頃でリアトツしてくれた人はカウントに入れません。なんか申し訳ない、これをカウントに入れんのは。ごめんね。やっちょも並ばれてたな。やっちょはやっちょはすごいもん。うん。そう、握力ないように見えて。そう、現役の時、それが原因で4年前に引退してるから。便所さんは。首クラッシュしてんのよ。うん。うん。あのね、違うんだよ。あのね、どっから攻めていいか分かんないの。距離が遠すぎて。で、ミドルレンジだとローが来るんでしょ。で、近くなるとパンチが素早いのが飛んでくんのよ。だからね、もう何していいか分かんなかったの。で、なんで遠いのか、試合後の V 見て分かったの。あいつ右足で蹴るでしょ。だから、普通って、こう斜めに構えんの、選手って。だけど、チャンピンってこう構えるんだよ。だからね、異常に距離が遠いの。要はね、サウスポーに近いんだよ。右足がちょっと前に出てるから、なんでこんな遠いんだろうっつって距離感が分かんなかったの。だから俺の右足も空振り何回もしてるし、ジャブが届かないんだよ。言ってる意味がよく分かった。前が遠いって、こう構えてないの。こう構えてんの。チャンピンって。あ、近寄れなかったね。近寄らないといけなかったんだけど、要は俺がその勇気がなかったもん。うん。手足長いっていうかね、構えが独特なの。試合後に気づいた。あ、これかと思って。うん。あー、そうだね。ゆかりんお疲れ。ごめんね、負けちゃった。申し訳ない。うん。配信環境っていうかね、あれ配信環境が悪いんじゃなくて、もう、キャス史上3位だから、同時閲覧。サバ落ちしちゃうよ、そりゃ。和道さん、センスある。育ててみたいって言ってた。タチュヒコに育てられたらめちゃめちゃ強くなるよ。今後もトレーニングしてまた出てくださいね。第2弾楽しみにしてます。第2弾もし出れるのが確定した瞬間、俺は鬼のようにやりますね。アウトボクサーだね、完全に。うん。チャッキーお疲れ。ごめん、負けちゃった、チャッキー。すまん。いや、あのね、解説が前蹴りって言ってるけど、前蹴りは一発も当たってないし、全部さばいてます。
本当に嫌だったの、ロー。俺が警戒したの、ローで、前蹴りは全部いなしてるの。あれは全然、前蹴り邪魔じゃない。うん。むしろ前蹴りの後に蹴りとか入ってるから、前蹴りどんどん対応してほしかったの、俺は。なんで、あれ足折る、あいつが足折れたから前蹴りに切り替わったんだよ。うん。前蹴りはね、全然当たってないよ。チャンピーが練習しなかったら研究できなくて対策もできなかった感じかな。いや、でもね、リングで見てたけど、要はね、前から、前で対峙するのと、引きで見るのって全く違うのよ。なんだろう。わかるかな？こういう画面で見るのと、みんなが見てる画面って全然違うのね。で、俺はほら、ボクサーじゃないから経験がないわけじゃん。この横で見た画面だったら大体距離感これくらいだろうなっていうのがなかったから。ローは聞いてたところじゃないよ、もう。当日は折れたと思ってたもん。ただ、捻挫だね。めちゃめちゃいいローだった、あいつは。まあ、そのせいであいつ骨折れちゃったんだけど。あ、ケンリオさんどうもです。お疲れ様です。一回試合出た経験ってだけでまだ違うしな。また出れるかどうか。そうなんだよね。でも俺は正直出たいね。うん。俺は正直出たい。うん。チャッキーごめんね。応援してくれてたのに。俺は出たいと思う。うん。ただ、出れるかどうかは俺じゃないから。捨て頃に出たい、第2回も。写真上がってるよ。感覚的にわかるの。膝頭が甲がぶつかってるから、俺のここに当たってるから、ぶつけてるから、2回。絶対1本折れてる。右足の甲折れてるよ。ツイッター見てごらん。うん、いや、便所さん強いよ。便所さん強い。あのね、小骨だからね、動きはするんだよ。手数は相手相手。3倍ぐらい相手だった。手数で負けたの、俺は。手数で負けた。入場で何してん？和道さんと思ったら、ロハコさん向こうにぴょこって出てきて。違うんだよ。あれ、ネタでやったんでしょって言われるんだけど、全然違くて。入場5秒前までここにいて打ち合わせしてたの。じゃあ、こっからリングインですので、ロハコさん、和道さん、そろそろお願いしますってスタンバってるのよ。レガースつけたり、選手にこうやってテーピングチェックとか。で、そして音楽流れるじゃん。よっしゃ、ロハコさん行こうって言った瞬間、ロハコさんがいないの。ロハコさん行くよって言った瞬間、あれって、もうザワザワし始めて。で、ロハコさんどこっすかっていましたよねって言ったら、みんなスタッフさんとかいました、いましたって言って。で、音楽流れてんのに、ロハコさん、ロハコさん、ロハコさんってもう楽屋中みんな走り回って。で、音楽終わっちゃって、やばいと思って、もう僕会場から声かけてきますって言って、ダーッと走って、ロハコさーんって言ったけど、いなくて。で、そしたらバーって楽屋に戻ったら、ロハコさんもうなんかスタンバってますとか言われて、え、入場しないのって。打ち合わせだと二人で入場することになってましたよねつって。もういいっす、いいっす、行ってくださいつって、一人で入場したの。そう。いや、連れてって大正解だったよね。で、ロハコさんなんであんなことしたのって言ったら、僕リングの上から降りることができないんですねって言われて、あんな高いところから落ちたら僕転んで脳震盪で死んでしまうので、僕は客席から入りましたって。客席禁止だって言ったのにだよ。だからロハコさん何やってたかっていうと、音楽流れて真っ暗な観客席を普通にひたすら歩いて行ったんだよ。すごくない？客席選手入場禁止なのに、客席をスタスタスタって歩いて普通にコーナーに回ってたんだよ。そう。それは多分みんなの視点からは見れてるはずなんだけど、俺はもう楽屋でバタバタだったから。もう一回振り返る？じゃあ。そのシーンもう一回振り返ろうか。笑うよね、本当に。もう爆笑だよ、本当。いや、やっぱロハコさんでよかったよ。笑い取ってくれるからね。そのシーンもう一回見ようか。自由だよね。本当にロハコさん自由。演出なしなし。だから本番前にそんな余裕ないよ。第2試合、フワッチ対決。キックボクシングルール3分3ラウンドを行います。勝手にいなくなったの。青コーナーより、和道流伝承者、和道入場。かっこいいよね。
じゃあ入場曲はリスナーさんが作ってくれたこっちの方を使いたかったの。これは今コメント打ってくれてるレクチ君が作曲してくれてオリジナルなの。これかっこよくない？本当はこれを使いたかったんだけど間に合わなかったんだよ。やばいでしょ、リスナーさんが作ってくれたの。俺のあの音楽音響担当かっこいいでしょ。恥ずかしい。このレクス君ね、演奏舞台って書いてあるぞ。ざわざわしてる客が。さあ出てきませんね選手がね。結構引っ張りますね。はい、はい、曲2回目ですよ。そう、2ターン目です。2ターン目、はい、どうしたんでしょうかね。ガード選手、おっと出てきましたね。はい、何か怒っているようですけど、セコンドが見当たらないよ。なるほど、セコンドがいないと。セコンドがロハコということなんですけど、あそこにいるわ。いやだからロハコさんがいなくなった。セコンド、そしたらもう勝手に入場してる。コーナーにいるんですか。あ、いました。お化けじゃないですか、ね、あれお化けじゃない。セコンド、お化けです。セコンドだ。ようやくセコンド見つけて、ワード選手入場です。赤コーナーより速攻精査駐在ペルチャンピン入場。石川さんうまいよね。また泣いちゃう。レフリーさんが巻きでと巻きで出てこいと、なかなかまだ出てこない。先ほどの第一試合と打って変わって結構ねじっくりきますね。かなり両選手とも溜めて入場するスタイル。これ裏話をするとレガースって言ってスネ当てはベンゾさんが全選手用意できなかったの。だからキックボクシングルールの人だけスネ当てを当てるでしょ。で、第1試合と第2試合は選手入れ替えてるの、レガースを。全員共有で使ってたのよ。だから、時間俺らの時だけかかったの。要は第1試合、第2試合だけムエタイルールが被ってたから、要はそれで手間取ってたの。要は裏方の問題、これは。俺らのせいじゃないの。さらにプラスロハコさんがいなくなってバタバタなのよ。そうそう、足を入れ替えてんの、これ。だから俺らの問題じゃなくて段取りの問題だから。そうそう、俺らの問題じゃないの。中西青山っていう名前だったんですか。あ、そうですね。で、青山が本名なんですけど、なんかパルパルを自宅にかけた時にパルパルを殺虫剤をかけたことがと言っていたら入場と。そう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 、出てきました。殺虫剤青山ことテルチャンピン選手。あ、わかんないわ。ようやく入場だ。青コーナー和道流伝承者和道。赤コーナー速攻精査駐在テルチャンピーレフリー和田亮君。さあこちらのカードですけど、はい、和道選手相当強そうですね。見た目和道です。結構リラックスしてて、はい、今日昼ご飯にロハコさんとロッテリアでガチホームしてきたって言ってました。ガチホームしてきたロッテリアで。そう、意外と結構リラックスしてると。一方のテルチャンピン選手どうでした、インタビューは。テルチャンピン、まあドレさんからも聞いたんですけど、今回いろんな選手出場するんですが、その中でもやっぱり最も素質があると。なるほど、ある選手の一人だということで、はいはいはい、ただ唯一マイナス点といえばサボり癖があるっていうところ。なるほどですね、はい。でテルチャンピンに今後何したいのって聞いたら、リスナーさんからいただいた車で旅をしたいって。舐めてますね。
まあお互いふわっちをね、中心に、ふわっち中心に配信をしてる、ね。手数はダメだったね。お互いツイキャス結構バンされるタイプです。そうです。テルジャンピンなんか結構10回くらいバンされてるらしくて。ね、はい。お風呂でチンコ出したんですよ。まあそれはバンになりますね。はい。捨て頃いいよ、別に。雑談しようじゃ。雑談しよう。ごめんごめん。じゃあ入場シーンにあれ何だったのって聞かれたから。うん。聞かれたからさ、悪い悪い、うん、別に引っ張るつもりないよ俺は、うん、そうそう、そういう感じね。YouTube で和道、和道なんだっけ、テルジャンピンで検索したら出てくると思うよ、捨て五郎とかで、うんうん、いや続けたまえ、ああ分かったわ続けていいんかい、ツンデレかおい、ツンデレかおい、じゃあ見ようか。努力の人、おはようのの、はい、誰よりも練習積んできました。なるほど、うん、3ヶ月、あ、オッケーオッケー、まあ、結構、ね、みっちり練習、ワード選手も、うん、あのトレーニング配信ね結構ずっとしてましたんで、はい、捨て頃決まってから相当気合が入ってるんじゃないですか今日は、うん、努力 VS 天才っていう感じですか、天才、テルチャンピオン天才と、うん、なるほど、非常に楽しみな戦いですね。はい、それでは間もなくね、ゴング鳴ります。第2試合。満席だかんな、うん。いや、青山天才だよ。カメラマンはちゃんとプロの機材持ってる人で、テレビ制作とかやってる人でしょ。もうちゃんとした、なんつうの、テレビマンのカメラの人だったよ。第1試合目で同様、キックボクシングルールで行います。有名な人でしょ。多分。さあゴングなった。プロリスでしょ、プロリス。さあ、ありがとうチョコさん。リラックスしてますね。うん、テルチャンピンの方から。さあ決まった。すごいぞこの蹴りが。助走がすごい、うん。距離感が遠いんだよね。キックパンチと。すげえところから飛んでくるねこいつ。かなりテルチャンピン選手溜めて。これでサバ落ち。サバ落ちが多かったんだよね。サバ落ちがすごい多かったから。ちょいちょい勝った。かなりテレチャンピン選手溜めて蹴ってきますね、石川さん。これテレチャンピンのこのパンチとキックのコンボが結構気持ちいい感じで決まってきてますね。そうですね。ただワドも徐々に慣れてきたんですかね。少し間合いをうまく取り始めました。パンチは一発いいのもらったね。さあどんどん前に攻めるテレチャンピン。テレチャンピン早いし遠い。攻める。速さよりも遠さが嫌だった。テルチャンピン選手。で、一発いいのカウンターで入っちゃった。距離を取っていきたいワードなんですけどね。青山強い、本当に。喧嘩慣れしてる。ちょっとワードの左足を少しこう、一歩経過。一歩経過。少しダメージがね、ちょっと見えかかりますね。身長差はない。体重差がある。身長差は青山の方がでかい。浮かべるテルチャンピン、青山の方が1センチでかい。さあ1発2発3発と、さあキック中心に、ヨッシーさんお疲れっす。中心に攻めていく。いや手技じゃないよ、俺何もできなかった。前に来たいんですけど、このテルチャンピンのこの前が足がね、ものすごいいいところで出てくるんで、なかなか前に詰められない。さあボディが決まったのか、ボディが。さあ全然効いてないぞと和道選手。ここでサバ打ちだ。楽しんでますね結構試合をね、来いよ来いよという感じで少し挑発するような表情を見せてますけど、この蹴りですね、うん、これです。床めちゃめちゃ滑るんだよ、ここ結構スタートからかなり攻め込んでるので、これがもしラウンドになると、床がねプロレスのリングだからすごい、結構状況変わってくるかもしれない。すごい滑った。なるほど、はい。まあ、一方で和道選手は割と落ち着いて、うんうん、じっくり時間をかけてるから、ね、そうですね、狙ってますね和道選手。ただテルチャンピン選手のこの、ま、この前蹴りがね、前を詰めづらい。さあボラスト30秒、ラスト30秒。和道選手は足を使ってこううまいことかき回していきたいところなんですけど、少しやはり足へのキック、おっとでもここで挑発する、来いよ来いよと足に、ここに蹴ってみろと。和道選手挑発してる。ラスト10秒。
はい、さあここでゴングになりました。これ佐藤選手も後半はですね結構パンチ避けてるんで、はい、結構ダメージとなるのは食らってない感じ、まあ、前半は少しね、硬かった部分もありますけども、そうですね、テルザンピンは骨、頬が折れたっぽいです。中国の双子のララピルルピがラウンドガールで、今日このララピルルピ見に来た方もいるんじゃないですか、石川さん、やっぱり、ね、これ二人できた瞬間もうお客さんみんな携帯出しましたからね、はい、いいですね、あの体のラインがまたたまりませんね。いや見てますね、石川さん。いや、ローコさん、やらしいと見てますね。ある意味、ラウンドはガールの解説の方が詳しいですね。足長い。これ、お互いのダメージはどうですかね。ワード選手、結構、足食らってるように見えて、でも途中挑発するようなところあったんで、もっと来いよっていうような、ちょっとダメージ見えないですけど、まあでも今も歩けてるので、はいはい。ちょっとテルチャンピン選手がね、ちょっとセコンドアウト、セコンドアウト。いや、見てなかったよ、ね、そんな余裕なかったよ、そんな余裕なかった、まあ、現在今生放送の方も接続が多くて重たいと、いや、ないないない、全くないです、はい、なんでね、見てる皆さんはちょっと弾幕は落ち着いて、はい、コメントしていてくださいね、よろしくお願いします。ボロリが横でニタニタしてた、ね、さあ第2ラウンド。いや、のんちさんどこにいたのか知らなかったから分かんない、うん、やっぱワード選手はやっぱジャブを練習してきてるんで、かなり。そうですね。うん、ね、ヒットアンダーウェイうまいよね。試合前の意気込みかなんかは、はい、ワード選手。やっぱり自分にとってやっぱジャブ。はい。ジャブを食らわすことが、やっぱ勝利へとつながると。なるほど、なるほど。まあ、やっぱりあとこのイベントのベンチに対して、こんな機会をありがとうと、感謝の気持ちを持って、なるほど。勝利したいと。テルチャンピン選手には、死ぬなよというメッセージだそうです。俺と戦って死ぬなよ。なるほど、なるほど。まあ、でもやっぱり3ヶ月の練習がね、ええ、体もだいぶ8キロぐらい。いや、手数が少なすぎるんですよ、ヤスさん、ね、スタミナで勝ってたけど手数がね少ないからこれは負けだよ。さあ、テルチャンピン選手は狙いすぎ、ググっていきましたけども、前蹴りは当たってない。ちょっと体力がね、要はローキックが痛い、ローキック、ね、前蹴りは当たってないよ、まあ、左とこれは当たってない。1分経過、これはどうなんだ、これ滑っただけだ、スリップ、これスリップ、スリップですね、スリップですね、うん、さあ今のは思いっきり入った。テルチャンピン選手、今のは思いっきり食らった、うん、さあ顔面に入りましたね、ワード選手の。いや、無様に負けましたよ。お互いだいぶ疲れてきてるようですけどね、少し疲労がね、出てきますけども、はい、ただ石川さん、こちら3ラウンドあるんでね、そうですね、もう1ラウンドあるんですよ、結構長いんでね、ええ、テルチャンピン選手のこの手数がですね、かなり不規則なんですよね。そうですね、来たり引いたり来たり引いたりと、そこにちょっと和藤選手が翻弄されてるなという、また来ましたね、また前に出てきましたね、そのいつラッシュがね飛んでくるかわからないっていう予測不能ですからね、テルチャンピン選手。2分経過、2分経過、和藤選手もここでグッと前に一歩踏み込むと試合の点が変わってくるかなと。防御は結構硬いんですけどね。さあ前に出る、さあ和道選手前に出る、おっと、さあコーナーリングに追いついたか。さあここで和道選手が仕掛けてきましたね。残り時間30秒、手数が増えてきましたね、あ、今ちょっと出るチャンピオン選手のパンチが、残り時間20秒、和道選手に当たりましたけど、ちょっとどうですか、青コーナー側だったんだ、疲れてる模様ですけど、 ありがとう、ニエコさん、もしよかったらフォローしてください、よろしくお願いします。テルチャンピン選手はこの前蹴りを使って距離を取ったところでストレートパンチ、そうですね、はい、うん、手数が少ないんだよ、異常に、だからこれで負けたんだよね、手数の少なさで負けてんだよ、それはね、もうルール説明の時に言われてるから。ワード選手はちょっと3ラウンドにこれかけてるんですかね、体力残して。ただ後半少し空振りのパンチも目立ってきたので、落ち着いて当てていけば、はいはい、
少し試合展開も変わるのではないかなと。そうですね。一方、デルチャンミ選手、疲労が出てるんですけども、動体視力もいいですね。定期的に放つことによって、ニャコさん、ハートありがとう。前に来れないように、一定の距離感を保ってると思います。まあ、そのデルチャンミ選手、今日昼飯、揚げ鶏食べたと。揚げ鶏。セブンイレブンの揚げ鶏だけを。コンビニですね。旅は足が折ったら出ますね。足治ったらもうすぐ旅に出ます。ただテルチャンピー選手は事前には僕は長パンが得意だって言ってたんですけど、はい、今日でもそれよりやっぱ手数少ないのは距離感が遠いから、ね、俺のパンツが当たらないからインファイトしてるイメージですね。俺の敗因はねインファイトする勇気がなかったの。要は距離が遠いでしょ。ローキックも遠くから来る、パンチも遠くから来る、速いで本当は飛び込んでダッシュかまして、もう内側に入ってもらいながら入らないといけない。要は KO されてもいいから KO しに行かないといけないけど、その勇気が俺にはなかった。だから心で負けてんの完全に、ギフトさん。そっちの方が有効なのか。セコンドアウト、セコンドアウト。だからそこだよね、見合っちゃったんだよ。うん。いや自分のペースに全然できてない。さあ第2試合、泣いても笑ってもこちら最終ラウンド。うまいんだよ。果たして青山が。ノックアウト。泣いても割れるのかで。要は、この、とんでもない距離からパンチ来るんだよ、こいつ。当たんないでしょ。相手の距離でローキック打っても当たんないんだよ。そう。今、空振りしたでしょ。だからね、うまいんだよ、こいつ。お互いここでちょっと冷静になってきましたね。ドレさんより距離遠いもん。序盤に比べてだいぶ落ち着いてきましたね。やっぱ、テルチャンピー選手の前蹴りがちょっと和藤選手にとって少し、やりにくそうですね。遠いんだよ。俺が当たらない距離で、テルは当たる距離だよ。テルチャンピー選手も結構蹴りを出してる自分も少し疲労出てきて。リーチ長い上にステップインしてくんだよ、こいつ。いいですね。すげえ強かった。良くなってきましたけど。だね、ここでドカンって踏み込まないといけないのに。いいね、うん。1分経過。1分経過。うん。玉砕ファイトをしないといけなかったんですよ。その勇気がなかった。ちょっと今、膝に手をつくような感じで。ちょっとね、スタミナが切れてるんですかね。やっぱり第1ラウンド結構詰めてきましたからね。はい。ただここで和藤選手もう一踏ん張り行きたい。和藤選手も相当練習は積んできてるんで、スタミナは上げてきる。さあ、前に出ようとするが、テルチャンピン選手が蹴りで間を取る。さあ、この蹴りで間を取る。なかなか、ワード選手前に行けない。おっと、今ちょうど、左頬にテルチャンピンのストレートが当たったか？いや、もうお互いの闘志がすごいですね。このパンチを打った時のこの汗のしぶきが。スタミナでは勝ってるんだよ、俺の方。おっとー、ここでテルチャンピン選手のキックが。2分経過、残り時間1分。ボディにね、炸裂しました、今。年末じゃなくて1年後ね。どうしたお互い。年末にはないよ。さあ、もう意地と意地のぶつかり合いですよ、石川さん。魂ですね。もう立ってるのも結構きついんじゃないかな、フラフラしてて。おっと、和道も前に出ていく。残り時間30秒。ここはお互いフラフラだよ。気力と気力のぶつかり合いだ。お互いフラフラだよ。残り時間20秒。要はね、かわされるからね、かがまれてるからね、クリーンヒット狙ってんだよ。要は、大振りになってんだよね。おはよう。残り時間10秒。蹴るよりも体力俺はあったと思うよ。わー、蹴り2発、2発入りました。二人とも折れたね。ここでコングです。すごい戦いだった。すごかったですね。お互い倒れずに、こちら判定ですけど全く分かりませんね。これは難しい。難しいですね。まあ、今回の試合ルールとして必ず勝ち負けが決まるんでね。テルチャンピン選手の判定勝ちです。そうだね、ガード固めて中に入るべきだった。テルチャンピン選手の勝利です。放ったパンツのやっぱヒット率、そうですね、はい、やはりコンスタントに足技を使っていくところと、ね、間合いを取りつつやはりパンチのヒット率が、はい、影響したんではないかなと。やっぱり手数がですね、多かったですからね。ワード選手も良かったですよ、
もう最初はね、少し押され気味な部分ありましたけども、はい、やっぱり3ラウンドに持ち込んで持ち前の体力、はい、発揮できたんじゃないかなと思います。さあ、こちらも素晴らしい試合でした。お互いが倒れない、ね、ある意味悔しいんじゃないですか。そうですね、安定になってしまって、はい、そうだね、岩道選手もね、悔しいと思います。ドレさんのおかげだね。熱いお二方に皆さん拍手の方をお願いいたします。おはよう。まあね、あの、Jリーグゾーン、いろいろあると思うけど、あの、もし仮に俺が練習してなかったら1ラウンドで2回ダウン余裕で取られてたと思う。多分3分経てなかったと思う。あの、ダウンも相当もらってて、それは感じた。あの、3ヶ月前の自分よりは強くなってたけど、それでもね、勝てなかったよ。あの、強かった。本当に。ここもなんか黒くなっちゃってるね。うん、血豆みたいになってるね。うん。そう。だから、スタミナ3分3ラウンドを持たせてくれたのも、あの、ドレさんだと思うよ。あの、最後までリング立てるようにしてくれたのはドレさんなんだよ。うん。歯医者にね、歯医者に発言の権限はないからね。うん。あ、ありがとう。花火10発ありがとう、サボちゃん。ありがとうね。ありがとう、サボちゃん。ねえ。なんかまたこういう企画積極的に出ていきたいね。なんかどんなポジションでもいいから、なんか企画あったら使ってください、ぜひ。うん、勝ちたかったな。勇気、ハートが最後の最後で心の弱さ出たな。だから倒されてもいいから行くべきだったな。可愛かった俺可愛さで売ってるもん。ありがとう、あのチクチクキノコタン風船ありがとう。うん。はじめまして、ぬーちゃん。よろしく。風船13個ありがとう。ありがとう。俺は可愛さでここまでやってきたんだから。うん、プリティーワードちゃんだから。ていうかさ、昨日、リナ猫が1700人見てたんだけど、同時でってたら、なんかあったの？なんであいつ急に増えてんの？リナ猫。次の試合、もしお誘いがあったら出ますけど、負けた方は出れないって聞いてるんで。いい祭りだったね、本当に。いや、ベンゾさんすごいよ、この企画。本当にベンゾさんしかできないと思う。あ、もしよかったらフォローしてください、N ちゃん。ありがとう。今後ともよろしくね。給料アップ入っ、あ、ありがとう、ゆきまろさん。ありがとう。こっからは僕は日本全国旅をしますんで。リナネコすごかったよね、閲覧。何なんだろう。ツイッターとかもやってるんで、ツイッターとかもフォローお願いします。チョコミント花火ありがとう。寝顔が可愛かったんだ、うん。祭りの後で、ちょっとあれですよ、僕は。燃え尽き症候群です。でもね、その、捨て頃の当日の夜の夢はもうずーっとテレジャンピンに蹴られる夢でうなされてた。ずーっと蹴られてんの。何回起きても同じ夢。もちろん体力作りとか筋トレとか、だいたいね、一日、もう最後の3週間は、あれだね、40分ぐらい走ってたかな。で、だいたい2時間ぐらいシャドウをやってた。だって俺、運動もしたこともない、喧嘩もしたこともない、ニートだよ。うん。なんかさ、みんなこれが初めて見るじゃん。本当に俺弱い、一番弱いんだもん。1000人ぐらい入るかな、どうだろう。800人は硬いと思ってるけど、俺は。新宿でやればいいんだよ。新宿のあの、ただ高いんだよね、ちょっと。新宿は、箱が、うん。練習はずっとやってましたよ。そうそうそう。みんな俺のことアウトローだと思ってんだもん。俺、オタクの引きこもりだからね。うん。うん。ドレさんと初スパーから和道の試合までのアップは本当にわかりやすかった。ありがとう。事件ありがとう。そうそう。なんか俺の放送見たことがない人が勝手に和道を生きってるっていう風に思ってるだけだから。俺全然生きってないよ。うん、
裏話でドルさんグッズ10万かけたけど1個しか売れなくて大赤字ってマジですか？その時の写真、あのね、リスナーさんからかっこいい写真が送られてきたの。これがその写真なんだけど、あの、この写真って、なんか、勝ったドルさんが和道さんのこと褒めてるんですよね。感動しましたって LINE が送られてきたの。違うよって。これ、試合後にドルさんがこう言ったんだよって。和道、10万円グッズ自腹でかけたんだけど、厳しいな。一個しか売れなかったよ。っていう笑顔ですから、これは。はい。これは、ドレさんが、グッズ一個しか売れなくて、大赤字叩き出して、先輩配信者にアドバイスを請うシーンです。これは試合の話じゃなくて、金の話をしてます、これ。はい。ツイッターに上がってるんでね。この写真もしよかったら、見てみてください。これはね、下水話をしてます。下水話を。はい。そういう話です。でもね、この後無事3個売れたからね、あの、ライターが4つ売れたんでね、10万円かけて2000円儲かったらしいですよ。10万円かけて2000円売り上げた。面白いよね。なんで俺アウトローキャラにされてんだろうね。それがよくわかんないんだよな。アウトロー配信なんか一回もやったことないのに。4個売れた。4個。10万円予算かけて4個って、いや、なかなかやばいよね。そうそう。やたらアウトローキャラにされんだよ。ドレさんに連絡してあげて、サボちゃん。タツヒコさんはトップクラスだね。タツヒコさんは多分、ドレさん以外の選手全員倒せるレベル。タツヒコさんの試合見る？なんかタツヒコの強さ知らない人多すぎるから、タツヒコの試合流そうか。タツヒコどれくらい強いか知ってるから、地下格闘技の動画流そうか、タツヒコの。あるかな、タツヒコ。ちょっと待って。タツヒコの動画さ、タツヒコみんな強いのか弱いのか分かってないんだよね。タツヒコ、見たい。ちょっと待って。タツヒコ。ちょっと待って。タツヒコがね、なんか、ツイッターのアカウント変えるから、名前変えると検索できないからやめろっつってんのにさ、名前ちょるぞ。誰か達彦のツイッター URL 俺に教えてくんね。達彦ね、大阪先輩、東京先輩、達彦って変えるから、あ、いた、どこだ。達彦のツイッターがわかんないから誰か俺に URL 送って、達彦の。うん、達彦はめちゃめちゃ強いよ。うん、タツヒコはめちゃめちゃ強いよ。本番のタツヒコ流すよ、今から。ただね、タツヒコが名前を変えすぎて俺検索ができない。そういうとこだよ、タツヒコ。ありがとう。あったあった。ちょっと待ってね。ログイン。あ、ごめん。ニコニコ動画、俺、ログインできないんだけど、どうしたらいいんだろう。え、ツイッターでログイン。あ、なんかニコニコめんどくせえな。あ、ごめん。ニコニコ動画だから流せないわ。ニコニコ動画だから流せない。もうそういうとこだよ。そういうとこ。うん、やめよ、うん。めんどくさい。もうニコニコのアカウント持ってないから、もうログインできない。ほんとめんどくせえサイトだな。あのね、まあ、達彦のツイッターのトップにニコ動あるから見てみて。うん。強さわかるよ、達彦の。達彦はリザーバーだね。選手怪我した場合に、急遽出る選手。リザーバーっていう控えの選手はね。ニコニコはもうダメすぎる、ほんと。あぐらかきすぎ、このサイト。見る気が起きないもん。本当に見る気が起きない。これは流行らないよ、スマホ勢に。あかん。あー、旅行行きてえな、温泉行きてえな。マジ温泉行きてえ。温泉行こうかな、今から。温泉行く？温泉行かね？スマホで見る気もしないよね。これアカウント作るのとかめんどくさすぎるもん。
こういうあぐらをかいたサイト、ほんとやだ。あー、ありがとう。花火ありがとう、匿名さん。ありがとう。ありがとうね。温泉行こうかな。混浴一緒に行く？アリス。俺と一緒に混浴入る？アリス東京にいんの今。240円。だから早く投げ銭やればよかったのにね。ねえ、投げ銭の方が儲かるんだよ、サイトの方も。一緒に行く？アリス東京にいんの？コラボする？いいよ。標的なところ行く？ロハコさんと池袋？あ、俺の連絡先知ってる？アリスコラボする？じゃあ行こうか、うん、暇なの。行くか。ザ・アリスト知ってる？あ、じゃあ連絡ちょうだい。ちょっと携帯取ってくるわ。恥ずかしい。なんだそれ。お前が言い出したんだろ、婚約入ろうって。アホ青山、うん、こんな閲覧の前で恥ずかしい。 LINE ちょうだい、待ってるわ。混浴、うん、は恥ずかしくない。閲覧が恥ずかしいんだ。でもお前あれじゃん、俺がフワッチであのリスワン1位取った時お前2位だったじゃん。閲覧最近伸びてんじゃん、アリス。セブンさんが休憩取るために金的に当たったふりして倒れた。レフェリーの和田さんがお前かすっただけだろ、早く立てって怒られたって配信で言ってました。和田さんの目はごまかせないよ。和田さんプロだもん。スティンガーさんハートありがとう。あ、部屋汚い系女子なんだ。どうして和道さんに集まるところは普通の女の人いないんだろう。そうだな。メンヘラホイホイって呼ばれてるからな。うん、メンヘラはね、俺の魅力に気づいちゃうんだよ。心が綺麗だから。うん、え、このアカウントって お前だったの？え、これお前アリスだったの？これ。え、お前これアリスだったの？今初めて気づいたんだけど。え、これお前だったの？え、違う、この前さ、あの、彼女募集枠やったの覚えてる？え、これ言っていいの？言うけど、生主だったら関係ねえ、リスナーだと思って言わなかったけど、あの、彼女募集枠の時に電話してきたやつのアカウントでピコンって送られてきたから、これお前だったの？うん。なんだよ、お前。あれか。そうか。ああ。気まず。まあ、一番さんがアリスだったわ。一番さんアリスだったわ。全然気づかなかった。別の名前だったじゃん。名前登録変えとこ。アリスに変えとくわ。あ、これお前だったのか、うん、よいしょ。じゃあアリスとコラボするわ。俺も毛がちょいね、ちょいした。うん、捻挫。誰も気づかれられない、悟られない。悲しいな。そうそう、声かわいい、声かわいいって言ってた人。どうしよう。解放よりはいいと思う。
じゃあ俺アリスと温泉行くわ今から。解放とコラボ。解放は今入院しちゃってるもん、精神病院に。うん、今入院中だから解放は。ヒカル君に怖いって言われた。解放脱走させる？それ面白いね。どうしようかな。どこの温泉行こう。東京から近い温泉ってどこにあんの？東京から近い温泉。どこ行こう。泊まれるところがいいぞ。ステゴロお疲れ、ヨシさん。もうほんと疲れたよ。ごめんね、負けちゃって。ていうか腕太くなったよな。腕ほんとに太くなったよな、ほら。3ヶ月でこんな変わるもんなんだな。ヒカルくんハグした体を洗おうとしてたところだった。あー、ヒカルくんにもう洗った方がいいよ、うん、大江戸温泉は配信しづらいから旅館とかがいいね。箱根って近いの、うん、新宿から箱根ユネッサンス箱根、どれくらいかかるんだろう。1時間。あ、違う、これ。電車じゃない。電車で、1時間半ぐらいか。シーブに祭りの湯っていう新しくできた。泊まれんの、そこ。露天風呂とかね、貸し切り風呂みたいなのあったらね。あ、でも、風呂配信はバンか。ふわっち。ぬくもりを保つために捨て子の日から洗ってないよ。何アリス、お前ヒカルくんの囲いなの。気持ち悪いなこいつ。ヒカルくんとハグして体洗ってねえって、汚えだけだろ。ただもう3日経ってるんだけど、3日風呂入ってない女と温泉行くの俺。クソ汚え女じゃん。いや普通に俺は銭湯行きたいんだけど、銭湯じゃないや、あの天然温泉行きたいんだけど。せえじゃねえかよ。ヒカルくんの枠いかない？え、だってヒカルくんとハグした体を洗ってないんでしょ、うん、アリス汚ねえな。なんか、うん、3日風呂入ってないとかもう最悪だろ。うん、幸せ者だな、ワド。意味がわかんねえよ。泊まれないけどスパ。泊まれるけどスパか。近いとこ。配信ができて温泉。どうしようか。どうしようかな。あれ、アリスどこ住みだっけ？池袋って言った、婚約全然ないね。お前、袋だっけ？アリス。池袋から78分。顔と喋り方全然違う、可愛いとか言って。混浴、ちょっと待って、東京混浴貸し切り風呂。
貸し切り風呂。湯河原。あんまねえな。あ、リアドツやるよ、ゆきまろさん。やるやる。日本全国行くんで。もしよかったら、LINE にさ、どこ住みって書いておいてもらえたら、俺が把握しやすいから、どの辺のエリアに来たらっていうの、LINE に書いてもらえるかな、ゆきまろさん。混浴配信どこまでバンになるんだろう。運営に問い合わせたいな。水着だとダメなのかな？水着着て入るとか。どこまで OK なんだろう？ちょっと運営さんに問い合わせてみるね。ちょっと運営さんにメール送ってみるわ。今運営さんに LINE 送った。すいません、配信の基準でお問い合わせしました。女性とお風呂で配信をします。もちろんエロ目的ではありません。貸し切り風呂で配信を行うのですが、番対象でしょうか。例えば水着を着て、温泉で雑談などは可能でしょうか。アドバイスよろしくお願いします。ふわっちで水着番になったんだ。今運営さんに問い合わせた。イモちゃんお疲れ。うん、どこも和道さん引き取ってくれるサイトない。いや、ふわっちなくなったら、一応 FC2 は大丈夫だよ。いや、俺、すぐ運営帰ってくるよ。俺、ふわっちの運営さん、神対応してくれてるから。水着でバンか。あー。いや、ビーチク見えなければ大丈夫じゃない。ふわっちは。お風呂配信自体に厳しいんだよね。な、ちょっと運営さんに聞いてみるよ。うん。運営さんがね、速攻コメントでレスポンスくれたら面白いのにね。なんか電話、問い合わせ窓口みたいな、電話窓口みたいなの欲しいけどな、俺的には。とりあえず運営さんに今アドバイスもらってたから。新やっちょがお風呂配信して、その時タンクトップ着てた。男なのに。あのね、一応乳首バンはないのは確認は取ってるの。男の場合上半身裸はバンじゃないんだよ。そこは大丈夫なんだけど、お風呂配信はちょっと、厳しいから。まあどうしよう。お風呂ダメだったらどうしようかな。デート配信するか、アリス。デート配信。うん。デート配信はどう、アリス。っていうか今日暇なの、仕事ないの、アリス。っていうかアリスに電話すればいいじゃん。めんどくせえわ、もう。めんどくせえから電話するわ。コメントだとラグがあるからさ。もう、話して決めよう。どこまでしてくれんの？お前の財布の中身次第だわ。
出ねえな。あれ出ないんだけど。あれ出ないな。なんで出ないの？LINE かけたけど、出なかったわ。見えてる？見えてる？みんな。あ？見えてる？もしもーし。もしもーし。もしもーし。どうする？今日。どうする？超急なことだけど。ねえ、あの、一応運営さんに、いや、温泉行きたいなと思ってんだけど、あの、お風呂配信できなかったら温泉行っても意味ないじゃん。うんうん。うん。だから、デート配信とかでいいんじゃないの？マズさん疲れちゃうんじゃないの？いいよ、俺。全然リフレッシュしたいから。本当に？うん。リフレッシュになるかな？あ、全然全然。うん。本当に？うん。今暇なの？逆に和道さんクラスもちょっと期待してほしくない。暇っていうか、なんかお風呂入ろうかなと思って、いい加減に。あ、そうだね。お風呂3日入ってないでしょ、もう。うん、なんてもったいないし。なに、ヒカルくんとのハグのぬくもりを大事にするために？そうそうそう、すっげえこすりつけてやった。汚ねえ女だな、ほんとに。じゃあさ、夕方とりあえず合流しようよ。夕方なんだ。あ、朝の10時か、今。ごめん、俺今、昼の2時ぐらいのイメージだったわ。どうしよう。しっかりしてくださいよ。じゃあさ、俺さ、俺もじゃあ風呂入ったりとか身支度するからさ、うん、あれだよ、お前枠取っといてよ、ふわっちで。繋いでよ。恥ずかしいよ。うちのリスナーさん。なんかこれアンチとか来るんじゃないの、ワドさんの多いから。アンチいないよ、大丈夫だよ。本当に？本当いない、本当いない。とりあえず、塾女たちが。マダムたちがね、怒るよ。マダムたちも。マダム怒るよ。怒んないから。とりあえずじゃあ、あとで合流しようよ。何時頃待ついいよ。うん。何時頃待ち合わせしようか。いや、任せる。だって今からお風呂でしょ？うん。俺が袋行った方がいいの。新宿に来てくれんの。どっちにする？何するかによるよね。いや、だからどうしようか。どうする？それデートってやっぱ男性が決めてくれるみたいな。飯でも食う？何したいの？出番だね。俺はデートするときに決めてるのは女性がしたいことをするって決めてるから。どういうのが好きなの？じゃあホテル行こうか。いいよ。あ、じゃあ後で。はーい。はい。はい、ラブホ配信です。FC2 配信になりました。はーい。とりあえず風呂入ってくるわ。うん。とりあえず風呂入ってくるわ。うん。うん。とりあえず風呂入って、後で放送開きます。じゃあ、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。また後でいい。ごめんね、姉ちゃん。YouTube 見てくれたのありがとね。ごめん、負けちゃったよ、姉ちゃん。応援してくれたのにすまない。うん。じゃあ、アリスの枠集合で。アリスの枠。アリス、コメント打って。ちょっと待った。風船ありが、あ、花火ありがとう、10個。アリスコメント打って。アリスの方フォローしといて。アリスコメント打って。いや、風呂入ってこい。汚ねえ女とデートしたくねえわ。アリスコメント打って。みんなアリスフォローしといて。アリスの枠集合で。ありがとう！ご祝儀花火！やべ、来た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 やー！ご祝儀花火20発。やばくない？トータル何十発打ってる？ありがとうございます。みんなアリスフォローよろしく。ありがとう！花火ありがとう！うお、すげえすげえすげえ。サボちゃん花火ありがとう。やばい、花火ラッシュ、花火ラッシュ。ういっす、ありがとうございます。アイテムありがとう。うい、お花火ありがとう。サボちゃん、ういっす、ありがとうございます。みんなアリスをね、アリスをフォローしておいてください。今日はアリスと大花火ありがとう。大花火ラッシュありがとう。大花火ラッシュありがとうございます。すげえすげえすげえ。うい、大花火3発目ありがとう。大花火3発目ありがとう。みんなアリスフォローした？オッケー。アリスの枠で集合ね。アリスの枠。大花火4発目サボちゃんありがとう。ありがとう、3ヶ月頑張りました。すいません、負けちゃって。すいませんでした。
すいません。おい、大花火5発目、大花火5発目。これデイリー狙えるんじゃないの今日。初デイリー1位じゃないの、初デイリー1位。うぃー、大花火6発目ありがとう。サボちゃんありがとう。ありがとうございます。じゃあ最後はね、レクチの曲でお別れしましょう。大半ばなび7発目ありがとう。大花火7発目ありがとう。ありがとうございます。サボ神様ありがとうございます。じゃあ皆さん最後はレクチの曲でお別れしましょう。ありがとうございます。みんなありがとうね。これからも配信者として頑張るんで、ぜひ皆さんフォローよろしくお願いします。旅人に戻ります。じゃあみんなお疲れ。最後の曲はレクチの曲でお別れしたいと思います。レクチ、後で曲の件で打ち合わせしようぜ。サボちゃん、たっぷり花火ありがとうね。たっぷり花火ありがとう。最高。和道リスナー最高。じゃあみんなお疲れ。ありがとう。みんな後で集合で、今日はアリスと放送やります。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。